私はこの1ヶ月間試してみたけど効かなかったね。多分地球人にしか効かない機械よ。って要するに無駄遣いじゃん。まあ待て待て、その機械俺に貸してみろ。銀さん、銀ちゃん、巨乳になりたいあるか。この吸盤をつけるんだな。よし、でスイッチオンと。銀さん、それダメ、それだけはダメ。未だかつて途中から巨乳になったジャンプヒーローとかいないから。バーカ、ちげえよ。よく見ろ、吸盤腰についてんだろうが。最近ちょっと腰が痛くてな、もしかしたらいいかもって思ったんだよ。あ、結構いいぞこれ、この超音波なんか効く感じする。あふん、妙な喘ぎ声はやめてくださいよ。あ、つまりこういうこった。一見役に立たないものでも使いようによっちゃ役に立つってな。あふん、世の中のものってのはみんなそうなんだよ。使い方次第で人を傷つけるものにも人を助けるものにもなんのさ。多分すっごいいいこと言ってると思うんですけど、最後の喘ぎ声のせいで台無しですよ。あ、なんだそら、帰ってきてたのか。え、姉上がどうかした？なんか今日の空地、いつもより迫力があるね。みんなどうしたの？どうしたもこうしたもねえって、無理やり空に連れてこられたんだよ。どういうこと空くん？腹減ったあるよ。あ？こいつならどっちかっつうと自分がピンチになるってより人をピンチにする方だろ。なっ！そう、助けてくれるのね、ソラちゃん。気持ちは嬉しいけど、一体どうやるの？え？絵筆を？お客さん、何しけた飲み方してんのよ。ほらほら、もっとお飲みなさいな。あら、なんかお疲れね。いい男が台無しあるよ。飲むある、飲んで全部忘れるある。え、なんか声がのぶとい。いや、お客さんがあんまり素敵なんで緊張してこんな声になっちゃってるんだって。ほんとほんと。え、私のスリーサイズが知りたい？こう見えて意外と巨乳ね。お客さんも吸盤つけて超音波当てればいいやるよ。ソラちゃん考えたわね。これならいくらでもこき使えるし楽でいいわ。今日はありがとう、サラちゃん。おかげで団体のお客さんも機嫌よく帰ったし、オーナーも満足してたわ。どうやらお店は安泰みたい。そりゃそうよね、こんな美人だらけのお店潰すわけないわ。
そうね。だからって記憶を取り戻すことも諦めちゃダメよ。ソラちゃんにはきっと帰る場所があるんだから、待ってる人だっているはずだわ。おい、もういいのか。いっぱい働いたから腹減ったあるよ。だな、さっさと帰んぞ。て銀さん、まだその機械つけてたの？さ、ソラちゃんもお帰りなさいな。また明日ね。大ニュース大ニュース、トイレットペーパーが30円安いぐらいで騒いでる場合じゃないやるねん。魂の絵筆を盗んだ犯人が逮捕されたんだって。博覧会に展示されており、先日紛失したとされていた魂の絵筆、その絵筆を盗み出したとされる犯人が先ほど新選組によって逮捕された模様です。捕まったのは博覧会の装飾作業を行っていた装飾工の男で、年齢は不詳。現在のところ男は黙して何も語らず、動機などその他詳しいことは分かっておりません。なんか実直な職人って感じで、そんなことをやりそうな顔には見えないですよね。まあそういうやつほど切れると怖いってのもあるからな。ん？ソラ君どうかしたの？え？それってつまり記憶を失う前のソラ君に関係ある人ってこと？おお、ソラ、そっちの方の準備は済んだのか。おお、おめえも随分と腕上げたじゃねえか。あと少し修行積みは立派な修繕大工だな。え？ちょっとどこ行くの？どうしたの？そんなに慌てて。え？自首って、ソラちゃん？
落ち着きなさい、ソラちゃん。今から新選組を訪ねるのね。そう、それなら私も一緒に行くわ。関係がないなんて言わないわよね。私とソラちゃんはもう赤の他人じゃないわ。一緒に笑ったり怒ったりしてきた友達じゃない。違うかしら。赤の他人だったら街中でぶつかっておいてごめんなさいも言わないような子供ボッコボコにしてやるところだけど。だから私も一緒に行くの、ソラちゃんの友達として。いいわね。じゃあ行きましょう。そうね、こういう時は出てきやがれ、こら！扉蹴って倒すぞ！じゃあ、どうせなら扉を蹴り倒して入りましょうよ。あの、とっさん、全体重かけねえでくださいよ。重いっすよ。なん、おめえは今馬だろう。馬は何、人間様の言葉喋ってんだ。貴賓語で喋れ、貴賓語で。ヒヒン、ヒヒヒン、ヒヒヒヒ、ヒヒヒヒヒ、ヒヒヒン、ヒン、ヒヒ。うるせえぞ、馬。ヒヒン。王様からのご伝言ですぜ。3番の人、馬に乗ってる人に肩車してもらいなさい、だってよ。え !?3 番って俺なんすけど。とっつぁん、いいんですか。いいも悪いもね、王様の命令は絶対だろうが。そんじゃ失礼をして。ちょっと待って、とっつぁんの上に山崎まで乗ったら俺死ぬ、死んじゃうか。貴賓語だ、貴賓語。ひひひひひ。さらに王様からの伝言、4番の人、馬に足の匂いを嗅がせなさい、だそうですね。ああ、俺が読む。ヒヒーン。あ、お妙さん。近藤さん、あなたこういう趣味の持ち主だったのね。こういうって何？ふんどし姿で馬乗りされて足の匂い嗅がされるのってどういう趣味にカテゴライズされてんの？貴賓語。とにかく誤解ですと言ってるようです。また王様からの伝言です。なんか電話切らなきゃいけねえから解散しようって言ってますよ。やれやれ、ようやく起きる気が。続きはまた後で、だそうです。まだやる気かよ。松平のとっつぁんがどうしてもって。知り合いの退屈しのぎに付き合ってやってたのに。言う、この町の退屈しのぎといえば王様ゲームしかないだろう。
この電話の向こうでさ、なんでもどうしてもそこを動くことはできないって言うんだよ。だって仕方ねえだろ、今留置場の中にいんだから。留置場？どういうことさ。昨日ぶち込まれてきてさ、おじさんたまたま視察でそこにいたんだけど、鉄格子越しに話してるうちにさ、意気投合しちゃったんだよ。何犯罪者と仲良くなってんすか。いや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 、おめえらも一目あったら気に入るって。なかなか切符のいい男なんだよ、ひろきちゃん。でもね、しばらく出てこられそうにないんだよね。なんてたって魂の F で盗んだ張本人だからね。え、親方ってのが名字で、ひろきが名前？紛らわしいな。っていうか、その親方が絵筆を盗んだ犯人だったわけ？なんだ、そら、犯人と知り合いだったのか。ヒヒヒヒ！いや、もうヒヒンゴはいいんすよ、近藤さん。あいつを見つけたかったんでさ、足のかわいい弟子を。あ、ソラ君、いらっしゃい。姉上や銀さんたち待ってるよ。姉上、ソラ君来ましたよ。いらっしゃい、ソラちゃん。よう、大変だったらしいじゃねえか。お勤めご苦労様ある。おお、新選組の取り調べを受けてピンピンしてるか。ソラもなかなかの玉だな。取り調べじゃなくて事情聴取ですよ。あくまで参考人として話を聞かれただけじゃないですか。サスペンスドラマじゃそういうやつが大体黒幕だぞ。それか次に殺されちゃうか、どっちか。何でもドラマでしか考えないんですか、あんたは。でも、ソラチが持ってた絵筆が魂の絵筆だったらしいってお父さん言ってたね。ソラチが犯人だったあるか、怪盗だったあるか。もしかしてこの後、キャッツ・ソラとかいう連載がジャンプで始まるあるか。ああ、そうそう、この親方って人、ソラ君を見つけるために自分が絵筆を盗んだ犯人だって嘘の自白をしたっていう。